行くぜエリカ、この一撃で決めてやる。その一撃でおいとましますので、自慢のとんでも推理の中でもとびっきり面白いのをお願いします。お前の3つ定義は、壁、窓、床、天井、チェーンのあらゆる絶対性を主張した。しかし1点だけ、あまりのバカバカしさに俺が求めなかった絶対性がある。それはチェーンを外部から開閉することの可否だ。青き真実、これがお前の3つの答えだ。チェーンの長さ、お前の3つのチェーンは長く、外部からも開閉が可能である。バトラさんの密室定義は、壁、窓、床、扉、チェーンまであらゆる絶対性を主張しました。しかし一つ、実にバカバカしい定義が抜けていましたよ。青き真実、バトラさんの密室には天井がなく、壁を乗り越えての入室が可能である。トリックのバカバカしさは互角だったようですね。ミステリーマニアなら憤怒しているところでしょうか。しかし私は違う。そのバカバカしさを暴くに至った、その過程に恍惚を覚えます。それが探偵フルド・エリカ。貴様、とっくに答えに至ってやがったな。いいえ、あなたが青き真実を繰り出してから欠片を奪おうと手を伸ばすまでの一瞬で考えました。私は最初から時間稼ぎ、今の一瞬で初めて私は推理を始めたのですから。ごきげんよう、バトラさん。私の出番がこれだけだとしても、これで私が用済みで、再び忘却の深淵に突き落とされようとも悔いのない時間でした。待て、すまぬ、バトラ。エンゼを逃がしてしまった。俺もすまねえ、奴らを逃がしちまった。もうお手上げだ。我が友よ、扉の開きが少し早くなった気がする。はい、私の目にもそのように見えます。お父さん、扉はまだ開きませんか。奴らもうじき窓を破ってきそうです。
クラウス様、どうかご安心を。アイゼルネ・ユングフラウの結界、そうやすやすと破れるものではございません。もうじき大人も通れるようになります。大丈夫ですよ、間に合います。しかしどんどんバンバンとすごいありさまでして、その慌てずに待て。どうせ我らには待つ以外にできることは何もないのだからな。哀れなことです。何がナリア。この島を食い尽くすという快楽に身を任せたヤギたちが自分たちの足場さえ食い尽くし虚無に落ちて消えていく。真実を暴くとは、殺すことと心得るものなり。人は、なぜ殺さずには生きられないのです。遠大なる歴史の中で、あれだけの大勢が奇跡を願いながら、結局は、奇跡の余地を自ら食い尽くし、自らの足場さえ食い破って、奈落へ落ちてゆく。人間は知るために生きるように定められた悲しい生き物だからです。知ることが自分の生きる夢や希望を自ら食い尽くすことを意味するなら、人間は死ぬために生まれてきたってことになる。私たちは生きろと教えられます。しかし生きてなすことのほぼ全てが結局は自分を殺している。それ以上考えるな。頭痛にならん。私は、一人の人間として問いたい。知ることは罪なのですか？無知に生きる方が、夢や希望があると。全知に生きることも、無知に生きることも、どちらにも利点はあるし、短所もある。そのどちらに生きるのも自由だ。だから、人間ってのは無力なんだ。人は、知ることはできても、知らぬことはできない生き物なり。故に、全知の神は、それができぬ人間に代わりて、知るべきことと、知らぬべきことを分け隔てているものなり。過ぎた好奇心は、夢も希望も、殺す。
人は知るべきでないことを知らぬままに忌避できぬ哀れな存在です。バトラ教がそれをエンジェに伝えきれなかったとしても無理もないことです。そのエンジェももういない。このゲームももうおしまいだな。私たちは生きなければ。人間の愚かさが自ら夢や希望を捨て去ることならば、私はそれを最後の一秒まで信じることを選びたい。いい根性だ。私は幾百万の世界のベアトリーチェたちの唯一の希望が具現化した存在だから、私はこんな時でもみんなの希望でなければいけないんです。だから私はまだこのゲームを諦めません。諦めないとは？最後の一秒まで奇跡を信じて待つということです。最後の一秒まであがいてあがき抜こうってわけか。そうです。私たちの時だってあの恐ろしい猫の胸の中で死を覚悟したではありませんか。でもラムダ・デルタさんが助けてくれました。もし奇跡を信じずに諦めていたら、私たちは助けられる前に虚無に消えていたに違いない。私が助けたってより、ベルンがあんたたちを殺し損ねたって感じね。あるいはあの子の気まぐれかもしれない。奇跡の魔女の奇跡的な気まぐれってわけね。バトラ君たちが言ってました。エンジちゃんは自分の命と引き換えに真実を得る契約をしたと。さっきのあんたたちの話によるならそれは契約じゃないわね。だって人は死ぬために真実を求めて生きてるんでしょ。つまりエンジは自分の生の全てを真実を得るために費やした。それを一瞬の時間にベルンが凝縮しただけのことだわ。エンジちゃんは夢も希望もなくしたから自らの命を軽んじてしまった。彼女にどうやったら夢や希望を与えられるんですか。どうやったら生きることに意味を見出させることができるんですか。それ私に聞いてんの。私パーよ。それも二回転ひねりの入った超パー。難しい話されてもわかんないわ。あの子をそそのかしたわけじゃないわ。ベルンはエンジェにチャンスを与えた。いえ、選択肢を与えたというべき。そしてエンジェはその選択肢の中から自ら選んでゲーム盤に現れ、そして今バトラとのゲームで再び自ら選択肢を選んでる。あの子のゲームは最初から最後までずっとあの子のものよ。私は今それをのんびりと感激しているわ。感激に熱中しているというわけでもなさそうだな。まあね、先の見えちゃったお芝居だし、だからそろそろおいともしようかなって思ってたところよ。先が見えたと感じたらあなたはそのお芝居を見るのをやめるのですか。ひょっとしたらあなたが想像しないようなクライマックスを迎えるかもしれないのに。エンジェちゃんのゲームは絶対にこれで終わりません。必ずバトラ君の気持ちが通じます。彼女により良い未来を生きてほしいという気持ちが伝わり、彼女が自らそれを選択する。必ず絶対そういう物語になります。へえ、この絶対の魔女ラムダ・デルタに
あんたが絶対を保証するの？そうです、私が絶対に保証します。エンジェちゃんのゲームはこのままでは終わりません。だから席を立たないでください。そして私たちも立ちません。私たちにできることは必ずあります。そしてそれが必ず彼女のより良き未来へ誘う。この物語は必ずハッピーエンドになります。だから最後まで見届けてください。お願いします。私、絶対の魔女としてこの物語にハッピーエンドはなーいって宣言しちゃってるんだけど。ハッピーエンドの定義なんて見る人それぞれが決めることでしょ。行くあてもないし、いいわ。もうちょっとだけ付き合ってあげる。ポップコーンのおかわりをくれたらね。今度はキャラメルフレーバーがいいわ。黄金郷へ来てくれればいくらでもご馳走します。絶対のハッピーエンドを保証するならこのダイラムダデルタもう少しだけ付き合ってあげるわ。本当に私って心が広いわよね。まるで琵琶湖のように。微妙に狭いな。そして日本海のように穏やかね。すごい荒波です。金景、おそらく例えが逆かと思われるものなり。私を退屈させるんじゃないわよ。じゃなきゃいつだって私は席を立っちゃうんだからね。もちろんです。バトラ君も歓迎するでしょう。ゼパル、すごいわ。一階から下がぽっかりだわ。これは絶景だね。なかなかお目にかかれない景色だよ。上の様子はどうですか？そうそう、それを知らせに来たの。やあみんな、お待たせしたね。黄金郷の扉が開いたそうだよ。やれやれ、ようやくか。参りましょう。ここはいつまでも安全ではありません。さらば麗しの六軒島だな。そうですね、こんな光景でさえこれが見納めなのですね。何を器用なこと言ってんのよ。見せなさいよ、私にハッピーエンド。